親戚効果は、皇族がその身分を離れ、姓を与えられ進化の席に降りることを言う。姿勢効果とも言い、そのような皇族を族に、姿勢皇族という。皇族女子が進化に嫁すことで皇族で亡くなる場合は、親戚効果とも言う。また、日本国憲法施行後は、皇籍離脱の語も用いられる。皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を講議する。 国の機関である、公室範二28条以下に定められる。公室会議で決すべき事項議員公室会議は、以下の議員10人でこれを組織する。律令においては4世王までは、更新となり、5世王は、更新とはならないものの、王号を有し時5し下の、影くらいを受け、6世王は王号を得られない、ものとされた2月の核で変更あり。そのため、 歴代天皇から一定の距離を経た者は親戚に入るものとされた。奈良時代の皇統を教訓として、平安時代には安定した皇位継承のため多くの巫女を設けることがよく行われた。しかし、実際に皇位継承できる巫女はごく少数に限られ、平安前期から中期にかけて皇位継承の道を閉ざされた皇族が多数発生することとなった。また、 後進の中には国家の行動にかこつけて問題を起こす者もいた。これらの後進に対しても、律令の定めにより一定の所得が与えられることで財政を圧迫する要因となったため、行為継承の可能性がなくなった後進たちに性を与えて親戚降下させる後進姿勢が行われるようになった。 特に漢武天皇は一世更進三名を含む百名余りに対して生を与えて親戚降下を行った。佐賀天皇も多くの子女を設けたが、父の例に倣って多くの子女に対して更進姿勢を行った。また、この頃になると皇族が就任できる官職が限定的になり安定した収入を得ることが困難になったため、親戚降下によって その制約をなくした方が生活が安定するという判断から皇族側から親戚降下を申し出る例もあった。だが、親戚降下して、1、2代ほどは上流貴族として、朝廷での地位を保障されたが実際には3代以降は、ほとんどが没落して地方に下校、そのまま土着し、武士、皇族となるしかなかった。陰性期に入ると、公家における価格の形成が進み、 価格秩序を崩しかねない、後新姿勢による新規の公家の創設に消極的になったことから、後位継承の安定化のために、所流の御子は幼少の頃に出家させて、方針能としての待遇を与えて、子孫を残させない方針を取るようになる。やがて後位継承または、世襲親王家相続と無関係の皇族は出家する、慣例となり、姿勢皇族はほとんど現れなくなった。 鎌倉時代以降、施政され、明治時代まで存続した道場家は広畑のみであり、また死守の絶えた石棺家を継ぐため皇族が養子に入った例が3例ある。1889年に定められた皇室天畔では、旧皇室天畔においては、世代経過による皇籍離脱規定は設けられず、原則的に衛生皇族制を取るものとされた。しかし、 皇族数の増加に対する懸念による皇室転半の増補改正、さらにその現実的な運用のための純則の制定が行われた。その結果、各宮家の男子のうち、三宅の創立、継承をしない者は公爵または伯爵の爵位を受けて親戚降下し、家族とされた。家族令8分以降、16人が家族となっている。 日本国憲法施行後の1947年10月14日に、三時宮を除く11宮家51名が、皇籍離脱する。内親の王1名、王10名及び、女王3名については、皇室天範第11条により、離脱する王の日5名並びに、直系卑族及びその日2名は、皇室天範第13条により、山め日5名は、 皇室天範第十四条第一項により、それぞれ離脱した。この際皇籍離脱した十一宮家五十一名及び、その末裔を主に、菊江神木会を結成し、皇室との交流を続けている。親戚に降下する皇族には、進化であることを表す死及び生が与えられる。元平の死が与えられるようになる前までは、多様な死が与えられる。現時は、佐賀天皇が、 814年に、自らの御子三名に、更新姿勢を行い、源氏を授けたことに始まる。これは、義書の源の画伝に出展するものである。佐賀天皇は、最終的には御子、王女32名を親戚降下させ、原神、源常、源徹は、左大臣にまで上り、源の清姫は、人心最初の摂政となった、藤原義房の性質となった。 一方、平氏は、淳羅天皇の時代の825年に、寒武天皇第皇子、桂原親皇の子女に、平氏を賜ったことに始まる。これは、寒武天皇が築いた平安系にちなんだ死である。親戚効果の概念が明確ではなかった、上代においては、第九代の開花天皇以降の神別の士族には、公の姓が与えられていた。その後、 発色の性が制定されると、第15代の王神天皇以降の皇別の士族には、真人が与えられるようになる。事情により阿孫または、宿根の姓が与えられることもあった。与えられる死が、源平に固定されると、姓も阿孫に固定されるようになる。なお、親戚効果に際して、王の身くらいは、当然に除かれるとはいえ、名は改めないのが通常であるが、桂木の王から処刑。 持ち人からも光などのように改める事例もある。明治時代以降の親戚効果では、聖火の宮号と同じ死を用いる例があった。また、廃絶したまたは廃絶する予定の宮家の祭祀を承継するため廃絶した宮家の宮号と同じ死を用いる例があった。そうではない場合は、宮家にゆかりのある地名などを用いることが多かった。 1947年10月14日の皇籍離脱では、すべての三宅で宮郷をそのまま、戸籍法上の死としたため、それ以前に降下した山品や国や伏見家と戸籍法上の死が重複することとなった。一度親戚に降下した後には皇族に復帰することは許されないのが原則であるが、皇籍に復帰する事例も比較的多く見られた。なお、 以下の例のうち、現阿孫帝政の子たちや、源の阿孫、忠房の例は、親戚として生まれながら、功績に移行した例である。これも広い意味での、功績復帰に分類して論じられることが多い。また、厳密な功績復帰に分類するのは困難であるが、白川博王家は、神儀博につくと同時に、王を称することが許されていた。功績復帰した例は除く。 下記に礼以外にも、親戚にあった、北白川宮義久新納諸子二名が、明治三十年七月一日に家族に列しているが、当初から親戚にあったので、親戚効果には当たらない。またこの時代以降は、いわゆる現氏には含まれない。この時から、親戚効果ではなく、功績離脱と呼称される。1947年10月13日の皇室会議の議により、 皇室と秩父、高松、三笠の時期宮家を除く、合計11宮家が皇籍を離脱した。当時の首相、片山明と、宮内富次長、加藤進は、終戦直後から、すでに皇族の数人が皇籍を離脱する意向を持っており、さらに新憲法施行前には11宮家のほとんどが、皇族の列を離れる意思を表明したことから、 新憲法交付後に制定された新皇室転半に基づき正式に決定したという旨の証言を残している。しかし、新皇室転半が GHQ の占領下で制定されたものであることや、1946年5月に GHQ による皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令が発せられていることなどから、 背後に GHQ の強い圧力があったことは否定できず、2006年に友人新郎も功績離脱は GHQ による皇族弱体化のための措置であったという見解を示している。さらに片山らの証言とは異なり、功績離脱に強く反発した皇族も少なくなかったという。また、党問題に関する重臣会議の席上で鈴木貫太郎が 高等が耐えることになったらどうであろうかと質問したのに対し、加藤がかつての皇族の中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民が認めるならその人が行為についてはどうでしょうかと将来的な功績復帰を示唆する内容の発言をしたという記録も残っている。武田宮常吉王の孫、武田久し康氏は著書、語られなかった皇族たちの真実の中で、十一。 三宅が占領政策で功績離脱をやむなくされた経緯を述べ、さらに男系継承の重要性を強調した上で、上記のやりとりを踏まえ、皇室の存在意義を守り抜くために、旧皇族の男系男子は、功績復帰の覚悟を持つべきだと主張している。伏見宮は、当主以下4名が、功績離脱する。山品宮は、当主1名のみ、功績離脱する。 火曜宮からは、当主以下8名が、功績離脱する。国宮からは、当主以下10名が、功績離脱する。三宅中最多の離脱人数である。皇后の実家であったが、功績離脱の例外とはならなかった。梨本宮からは、当主とその日の2名が、功績離脱する。朝香宮からは、当主以下の3王、1王妃、2女王が、功績離脱する。 東国の宮からは、当主以下7名が、功績離脱する。里子内親王は、明治天皇の重子内親王は、昭和天皇の一世の御子であったが、功績離脱の対象となった。北白川の宮からは、当主以下4名が、功績離脱する。2018年に、北白川道久の正教をもって、断系としては断絶した。竹田宮からは、 当主以下6名が功績離脱する。官員の宮からは当主とその日の2名が功績離脱する。官員家は1988年に断絶となる。東伏見の宮からは新王妃1名が功績離脱する。皇族は親戚降下に際して新たに一家を創設するのが通例であるが、進化の養子となる形で親戚に降下する例もあった。 明治22年皇室転半には、規定がなくむしろ禁止されていたと返されるが、明治40年増補第2条により、王は家族の家督相続人となることが認められるようになった。もっとも、明治皇室転半の下で、王が家族の家督相続人となった事例はない。律令制度の下では、内親王、女王は非皇族と婚姻しても、 皇族の身分を保持したままであることが通例であったが、旧皇室天板では親戚皇家、皇室天板では皇籍を離脱することが定められる。旧皇室天板家では1945年の政子女王まで32名が親戚降家している。なお、旧皇室天板家では内心王の効果は発生していない。 現皇室店パ下では1950年の高野宮、和子内親王から2018年の高窓の宮、綾子女王まで8名のうち親王、女王が婚姻に伴い功績を離脱している。和子内親王は、和宮親子内親王以来89年ぶりに親戚降下した内親王となった。ありがとうございます。